シェードアトランスレーターの実装と運用と題して発表を始めます。よろしくお願いします。このセッションでは RE エンジンのシェードアトランスレーターについての話をします。特にモンスターハンターライズ、モンスターハンターライズサンブレイクで採用した任天堂スイッチ向けに開発した内製シェードアトランスレーターの実装と運用について解説します。アジェンダです。RE エンジンのシェーダーとマルチプラットフォーム対応の概要について概要をお話しした上で、内製シェーダートランスレーターの実装についてと最適化事例についてお話しします。まずは RE エンジンのシェーダーの概要からお話しします。 RE エンジンのシェーダーは大きく分けて2つあります。1つは主にエンジンのプログラマーが HLSL で記述するシェーダーコード、もう一つはアーティストがノードベースエディターで作成するシェーダーアセットです。ノードベースエディターで作成したシェーダーアセットも最終的には HLSL のソースコードに変換されます。したがって全てのシェーダーは HLSL で記述されているということになります。 RE エンジンはご存知の通りマルチプラットフォームに対応したゲームエンジンです。ですのでシェーダーの記述に HLSL が必要なプラットHLSL 以外が必要なプラットフォーム向けにはトランスレーターでの変換が必要になります。そのようなプラットフォームは任天堂スイッチ、バルカン、メタルが該当します。ここで世の中に存在するシェーダートランスレーターをいくつか見ていきます。まずダイレクト X シェーダーコンパイラーを紹介します。DirectX シェーダーコンパイラーはマイクロソフトが開発している DirectX 向けの HLSL コンパイラーです。以降では DXC という略称で呼びます。 DXC は LLVM クラウンプロジェクトからフォークしたオープンソースプロジェクトとして開発されています。 DXC は HLSL を DXIL へコンパイルします。 DXIL とは DirectX 向けのシェーダー中間言語です。DXIL は LLVMIR のサブセットで抽象化されたアセンブリー言語のようなものです。また DXC は Google の貢献によって SpearV コード生成もできるようになっています。 SpearV とはバルカン向けのシェーダー中間言語です。 SpearV も LLVMIR に触発されていて DXIL とよく似たアセンブリー言語のようなものになっています。SpearV にも対応していることから DirectX 向けだけではなくバルカン向けにも使用できるため DXC は現在最も広く使われているツールだと思います。次に HLSL クロスコンパイラーを紹介します。 HLSL クロスコンパイラーは HLSL から GLSL へのトランスレーターです。2023年現在ではほぼ使われなくなっていますが、 DirectX シェーダーコンパイラーが登場した2017年前後まではさまざまなゲームエンジンで使われていたと思います。以降では HLSLCC と略称で呼びます。 HLSLCC は一度 HLSL を FXC でコンパイルし、そのコンパイル結果の DXBC から GLSL へ変換するトランスレーターです。FXC は DXC の前の DirectX 向けのシェーダーコンパイラーで DirectX11 時代までのレガシーなコンパイラーです。 DXBC は DXC における DXIL に相当するもので DirectX11 時代までのシェーダー中間言語です。 HLSLCC はレガシーな FXC をベースとしたトランスレーターですのでHLSL シェーダーモデル 6.0 以降の機能は使えないのがデメリットです。例えばウェーブイントリンジックなどが使えません。次に GL スラングです。 GL スラングはバルカン向けの GLSL コンパイラーです。クロノスグループが開発しておりバルカン SDK に付属しています。GL スラングは GLSL から SpearV へのコンパイルをサポートします。また一応 HLSL からのコンパイルもサポートしていて HLSL シェーダーモデル 5.0 までの機能をサポートしています。
バルカン向けの GLSL コンパイラーとしては現在広く使われているツールだと思います。最後にスピア V クロスを紹介します。スピア V クロスはスピア V をさまざまなシェーダー言語へ変換するツールです。GLSL、HLSL、MSL などへの変換ができます。最後の MSL はメタルシェーディングランゲージの略称です。ご紹介した通り世の中にはさまざまなシェーダートランスレーターが存在しています。これを踏まえて RE エンジンにおけるシェーダーのマルチプラットフォーム対応で現在採用しているアプローチをご紹介します。上から順に RE エンジンが対応した順番に並べています。まず任天堂スイッチでは先ほど紹介したシェーダートランスレーターは使用せずに内製のシェーダートランスレーターを採用しています。次にバルカンでは DXC のスピア V コード生成を採用しています。最後にメタルですが、メタルでも同じく DXC のスピア V コード生成とスピア V クロスによる MSL への変換というフローを採用しています。 R エンジンではこのようなアプローチで HLSL のシェーダーのマルチプラットフォーム対応を実現しています。本セッションの後半では任天堂スイッチ向けの内製シェーダートランスレーターについて解説します。その前に内製シェーダートランスレーターの開発の経緯について述べておきます。経緯としては2017年頃 RE エンジンの任天堂スイッチ対応で HLSL から GLSL への変換が必要になりました。当初は HLSLCC を採用していました。ですが HLSLCC は不具合が多かったことに加えて変換結果の GLSL の可読性が低くデバッグが困難という問題がありました。 HLSLCC は一度 DXBC へコンパイルしたものを GLSL へ変換するものなので変換後のソースコードは元のソースコードの形と大きく変わってしまうためデバッグが困難です。例えば変換後の GLSL からは元の HLSL の変数名は消えてしまっています。またどの部分が元の HLSL のコードに対応しているのかパッと見ではよくわからないものになってしまっています。この状況でどこかに不具合があった場合に原因を特定するのは非常に困難です。またそれ以外にも HLSLCC はシェーダーモデル 6.0 以降の機能が使えないため GPU の性能をフルに活用できないという懸念もありました。そして最後に DXC のスピア V コード生成ですが、これは当時はまだリリースされたばかりで動作も今のように安定していなかったため採用には至りませんでした。そのためデバッグの容易性と安定性を両立したシェーダートランスレーターが必要になり内製を開始することになったというのが開発の経緯です。では内製シェーダートランスレーターの実装について説明していきます。早速ですが内製シェーダートランスレーターの全体の処理の流れはこのようになっています。便宜上 HLSL から抽象構文儀 AST を出力する部分までをフロントエンド、抽象構文儀から GLSL を出力する部分をバックエンドと呼びます。もう少し詳しく見ていきます。まずはじめに DXC の HLSL リライターを使って HLSL のコード整形を行っています。 HLSL リライターの実行ファイルは dxr.exe という名前です。 remove unused globals というオプションを使うとエントリーポイントから参照されていない未使用の定義を除去してコード整形することができます。左の HLSL を HLSL リライターでコード整形すると右のような HLSL になります。エントリーポイントから参照されていない未使用のグローバル変数や関数定義が消えています。
次にもう一度 DXC を使用して先ほど成形した HLSL から抽象構文儀を出力します。実行ファイルは dxc.exe を使用します。 astdump というオプションを使用すると抽象構文儀を出力することができます。抽象構文儀は右のようにプレーンテキストで出力されます。そして最後に抽象構文儀から GLSL を出力しています。以上が全体の処理の流れです。今見ていただいた通りフロントエンドには DXC を使用しています。これにはいくつかメリットがあります。一つ目のメリットは自前で HLSL のパーサーを書かなくて良いということです。 C 言語ライクな言語のパーサーを自前で書くのはそれなりに大変ですので、これは結構なメリットです。もう一つのメリットは DXC の抽象構文儀には型情報も含まれている点です。この型情報はこの後説明する GLSL への変換時にそのまま利用できます。最後に最新の HLSL の言語仕様に追従するのが楽ということもメリットとして挙げられます。フロントエンド部分に関しては DXC を更新するだけで済むためです。フロントエンドについては以上です。ここからはバックエンドの実装について詳しく説明します。バックエンドの処理の流れですが、まず抽象構文儀はフロントエンドからプレーンテキストで出力されますので、それをパースして基構造のデータ構造を復元します。そしてそれをトラバースしながら逐次的に GLSL の文字列を出力しています。実際のトラバースは2回行っていて、1回目は事前処理、2回目に GLSL 出力を行っています。事前処理の内容は時間の都合で詳しく説明しませんが、グローバルな定義の収集、定数バッファーと構造体のメモリーレイアウト計算、各関数内の簡易的なコントロールフロー解析、各関数の副作用のチェックなどを行っています。簡単な変換例をお見せします。左上の非常に簡単な HLSL を GLSL へ変換する処理の流れを具体的に説明します。下のテキストは左上の HLSL の AST です。まず HLSL の1行目はテクスチャー変数宣言になっています。変数宣言は AST ではバーデクルノードで表されています。変数名と型の情報はこのように対応しています。 GLSL へ変換するとこのようになります。変数名はそのまま使用して、テクスチャーの型は HLSL の型から GLSL の型へ適切に変換しています。ここではバルカンのセパレートテクスチャーズ&サンプラーズの仕様に基づいて GLSL のテクスチャー 2D 型へ変換しています。次は関数宣言です。関数宣言は AST ではファンクションデクルノードで表現されます。関数名と関数の型はこのように対応しています。引数の情報は子ノードのパラムバーデクルノードで表現されます。引数名と引数の型はこのように対応しています。 GLSL へ変換するとこのようになります。型名だけ HLSL の型から GLSL の型へ適切に変換しています。次に関数の本体部分の中括弧です。 AST ではコンパウンドステートメントノードになります。 GLSL でもそのまま中括弧に変換します。次はリターン文です。 AST ではリターンステートメントノードです。そのまま変換します。次がテクスチャー変数からのロードです。これはメンバー関数呼び出しになっていて C++ メンバーコールエクスプレッションノードで表されています。
呼び出しているメンバー関数の情報はコノードのメンバーエクスプレッションノードに含まれています。呼び出し元の変数の情報はさらにそのコノードのデクルレフエクスプレッションノードに含まれています。デクルエクスプレッションノードは式の中で変数を使用しているときに現れるノードです。 GLSL へ変換するとこのようになります。 HLSL のテクスチャーのロード関数は GLSL ではテクセルフェッチ関数へ置き換えています。第一引数は AST の型情報を使用してサンプラー 2D 型へ変換しています。次に実引数の部分です。 AST ではこのように表されています。これを GLSL へ変換したいのですが、これはそのままではうまくいきません。 HLSL のロード関数と GLSL のテクセルフェッチ関数の型はこのようになっています。この2つの関数は引数の数が一致していないため、 GLSL へ変換する際には分配が必要になります。そこで一次変数を作成したいのですが、この途中まで出力した式が邪魔になるので一旦これを対比します。そして一次変数を作成して実引数の式をこれに代入します。そして先ほど対比した式を復元して一次変数の値を分配します。最後にコンパウンドステートメントノードを抜けるときに中括弧を閉じて完了です。以上のような流れで AST から逐次的に GLSL を出力しています。ここで少し余談にはなりますが、変換を実装する際に用いている考え方をご紹介します。一次変数挿入時のコードのカット&ペーストの考え方は、関数型言語の研究におけるコントロールオペレーターを用いたレッドインサーションという手法をヒントにしています。馴染みがない方が多いと思いますので簡単に説明します。コントロールオペレーターとはプログラムのコンティニエーションを操作するオペレーターのことです。コンティニエーションとはある計算を行った後の残りの計算を表す概念のことで、特に残りの計算の一部のことはデリミティッドコンティニエーションと呼ばれています。左下の図で黄色くハイライトされている部分は 3×z を計算しようとしている時の残りの計算、つまりコンティニエーションを表しています。右下の図で黄色くハイライトされている部分はデリミティッドコンティニエーションを表しています。コンティニエーションの区切り方は自由ですが、ここではステートメントごとに区切っています。コントロールオペレーターの例としては、我々ゲームプログラマーに馴染みがあるものではエクセプションやコルーチンがあります。エクセプションについて少し補足説明します。コンティニエーションは実際のプログラム実行時にはスタックフレームで表現されるものです。ローカル変数はスタックフレームに保存されていますし、関数呼び出し後に再開する残りの計算を表すプログラムカウンターもスタックフレームに保存されます。そしてエクセプションはスタックアンワインディングによってスタックフレームを操作するものですので、コンティニエーションを操作するオペレーターであるとイメージしていただけるかと思います。他には古くから知られている代表的なものとしてスキーム言語のコール CC があります。最後にシフトリセットコントロールプロンプトというオペレーターも代表例です。こちらは近年ハスケル言語のコンパイラーにファーストクラスの言語機能として組み込まれています。そしてレッドインサーションとは、プログラム生成時に計算式を一次変数に置き換える操作のことです。これはまさに先ほどの変換の例で行っていた操作と同じ操作です。一次変数挿入時のコードのカット&ペーストの考え方は、実装上は単なる文字列操作ですが、
概念的にはデリミティッドコンティニエーションの操作によるプログラム変換であると言えます。プログラムの計算結果を変えずに正しくプログラム変換するための考え方の基礎として関数型言語の分野の研究内容を役立てています。このように考える必然性は特にないのですが、私にもともと関数型言語の分野の知見、研究の知見があったため、それを実装に生かしています。実際 C 言語ライクな副作用を持つ手継ぎ型言語で正しくプログラム変換するのはそれなりに難しいので、この考え方は大いに役立ったと思っています。話を戻します。基本データ型のマッピングはこのようにしています。特別難しいところはありませんが、行列の扱いについては少し注意が必要です。行列は片名の2つの数字が表す意味が HLSL と GLSL では逆になっています。 HLSL では行×列ですが、 GLSL では列×行です。R エンジンでは HLSL の行列のメモリーレイアウトはローメジャーで扱っていますが、 GLSL では基本的にカラムメジャーなので、これでメモリーレイアウトは一致します。というわけで GLSL では常に転置した状態で行列を扱っているということになります。もちろんこのままでは計算結果が合わなくなってしまうので、掛け算は順序を入れ替えることで対処しています。次にリソース型のマッピングです。こちらも特別難しいところはありません。コンスタントバッファーはユニフォームバッファーへ、サンプラーステートとテクスチャーはそのままサンプラーとテクスチャーへ変換しています。リードライトテクスチャーは GLSL ではイメージへ変換しています。最後にバイトアドレスバッファーやストラクチャードバッファーは GLSL ではシェーダーストレージバッファーへ変換しています。入出力インターフェースの変換についても簡単に説明します。シェーダーステージ間の入出力は HLSL ではセマンティクスで指定しますが、 GLSL では入出力変数のロケーションで指定します。HLSL のシステムバリューセマンティクスは GLSL では組み込み変数へ変換しています。そして入出力の変換はこのような感じで行っています。 HLSL のセマンティクスと GLSL の組み込み変数のマッピングです。代表的なものだけ載せていますが、このように変換しています。GLSL の変換は基本的にはここまでお話しした内容で大体対応できます。ですが特別な対処が必要になる場合がありますので、それについてお話しします。一つ目がメモリーレイアウトが異なる場合への対処です。例えば HLSL のフロート3型は GLSL へそのまま変換すると BEC3 型になりますが、HLSL のフロート3は4バイトアライメントですが、 GLSL の BEC3 は16バイトアライメントです。この例ではバウンディング AABB という構造体でフロート3型の変数を2つ宣言していますが、下の図のようにそのまま変換しただけでは意図しないパディングが生まれてしまい、 HLSL と GLSL で計算結果が変わってしまいます。このような場合はベクトル型を配列型に変換することによって対処しています。このようにベク3型は3要素のフロート配列型に変換するようにしています。配列化したメンバーを参照しているところには変換用のグルー関数を自動生成して挿入することによって辻褄を合わせています。これが自動生成したグルー関数です。そして配列化したメンバーを参照しているところにはこれらの関数の呼び出しを挿入しています。補足ですが、もし GLEXT スカラーブロックレイアウト拡張が使える場合にはレイアウトスカラーバッファーを先頭で宣言するだけでも OK です。
スカラーレイアウトを使えれば HLSL と全く同じメモリーレイアウトにすることができるため配列化は不要になります。メモリーレイアウトが異なる場合の対処については以上です。もう一つの問題ですが、 GLSL ではバッファー型のオブジェクトを関数の引数で渡したり戻り値で返したりローカル変数に代入したりできません。つまり GLSL ではバッファー型は第一級オブジェクトではありません。第一級オブジェクトというのは一般に関数の引数で渡したり戻り値で返したりローカル変数に代入したりできるオブジェクトのことです。左の HLSL ではバイトアドレスバッファーを関数の戻り値で返したりしていますが、これは GLSL そのまま変換することができません。右の GLSL はこのように変換したいという気持ちを書いたものですが、実際にはコンパイルエラーになります。一応これは後から分かったことなのですが、 GLEXT バッファーリファレンス拡張か GLNV シェーダーバッファーロード拡張を使えば右の GLSL のような書き方も可能にはなります。ですが内製シェーダートランスレーターではこのような関数はインライン展開することによって対処しています。先にお伝えしておきますが、この対処方法は当時試行錯誤した結果そうなったという部分で、今思えば一番簡単な対処方法ではないと思っています。実際インライン展開の実装は結構大変です。今であれば GLNV シェーダーバッファーロード拡張を使った変換を採用するようにしていたかもしれません。インライン展開の手順を説明します。まずバッファー型の変数の内容を伝播するために一般的なインタープリターの実装で行うように全ての変数宣言と代入をトラッキングするようにします。順番に見ていきます。最初のアドレス変数の宣言ではこのようにテーブルに変数名と値を登録します。次の行のインプット変数の宣言も同様に登録します。このようにテーブルはレキシカルスコープを表していて、各行がレキシカルバインディングを表しています。次にこの関数はバッファー型を返す関数なのでインライン展開したいのですが、ここにコンティニエーションがあるので一旦退避します。そしてインライン展開を行います。このようになります。まず関数の戻り値を格納するための一次変数を作成しています。 GLSL ではバッファー型はローカル変数でそのまま扱えないためコメントアウトしています。これもテーブルに登録します。次にインライン展開後のリターン文は今作成した一次変数への代入文に置き換えています。この代入の値もテーブルに登録します。そしてコンティニエーションを復元します。コンティニエーションのホール部分は戻り値を格納した一次変数で置き換えます。この代入もテーブルに登録します。以下同様ですが次の変数宣言をテーブルに登録します。次にこの関数はバッファー型の引数を取る関数なのでこれもインライン展開が必要です。ここもまずコンティニエーションを対比する必要がありますので対比します。そしてインライン展開を行います。このようになります。先ほどと同様まず関数の戻り値を格納するための一次変数を作成しています。テーブルに登録します。この部分は関数の引数を代入しています。これもテーブルに登録しますが別のスコープなので新しいレキシカルスコープを作成してそこに登録します。そしてこのバフ変数ですがここの扱いがポイントとなります。これはバッファー型の変数ですがバッファー型のローカル変数は GLSL ではそのまま扱えないため置き換えが必要になります。そこで
このようにテーブルをたどって今代入されている実際のリソース変数名を見つけます。そして見つかった実際のリソース変数名で置き換えます。このようにしてバッファー型の変数の内容を伝搬しています。残りも見ていきます。この代入をテーブルに登録します。スコープを抜けるときにはレキシカルスコープを削除します。コンティニエーションを復元してコンティニエーションのホール部分をモドリッチを格納した一次変数で置き換えます。代入をテーブルに登録して完了です。以上のような手順でソースコードレベルでインライン展開を行っています。ではここからは内製シェーダートランスレーターを使用した最適化事例を紹介します。まずインライン展開の応用による GPU 最適化の事例をご紹介します。先ほど実装したインライン展開ですが、試しに全ての関数に適用してみたところ、 GPU パフォーマンスが改善するケースがありました。実装したインライン展開は副作用を持たない関数呼び出しについては計算順序の入れ替えを許容していました。そのためインライン展開によって計算順序が変わる場合があり、偶然性能が改善するケースを発見できました。具体例を一つ挙げます。参考演算子の中で関数呼び出しをしている例です。インライン展開を適用すると下のように参考演算子と関数呼び出しの順序が入れ替わります。変更前のコンパイル結果ではこの参考演算子はダイバージェントブランチになっていました。変更後はダイバージェントブランチが消え、レイテンシーが改善します。このような最適化は本来はシェーダーコンパイラーに任せる領域だとは思います。ですがシェーダーコンパイラーがいつでも優秀であるとは限らないため、時にはこのような書き換えにも効果があるようです。モンスターハンターライズのシーンでの計測結果です。1フレームあたりの GPU の処理時間を比較しています。適用前は 29.26 ミリセカンドでしたが、適用後は 29.12 ミリセカンドになりました。 0.14 ミリセカンドの改善効果がありました。こちらが適用前、こちらが適用後です。次にスタティックサンプラーによる CPU 最適化事例を紹介します。固定ステートのサンプラーはシェーダー内の定数へ置き換えることによって CPU でのバインド処理を除去することができます。この例ではバイリニアラップのサンプラーを Uint64T 型の定数の1に置き換えています。そしてサンプラープールの1番目にはバイリニアラップのサンプラーを固定で登録するようにしておきます。こうすることで変更前と同じサンプリング結果を得つつ、サンプラーのバインド処理だけ除去することができます。この実装では GLNV バインドレステクスチャー拡張を使用した NVIDIA GPU 向けに特化した実装にしています。これは任天堂スイッチにおいて最高のパフォーマンスが得られる実装方法です。このような非標準のベンダー拡張は DXC や GL スラングではサポートされていないことが多いですが、内製トランスレーターであれば柔軟に取り入れることができます。これは内製トランスレーターならではの最適化手法であると言えると思います。モンスターハンターライズサンブレイクのシーンでの計測結果です。サンプラーのバインド関数の処理時間の合計と呼び出し回数を比較しています。適用前は 0.4 ミリセカンドかかっていましたが、適用後は 0.11 ミリセカンドになりました。呼び出し回数も109回から11回に減っています。モンスターハンターライズサンブレイクでは盟友と呼ばれる味方 NPC が追加されましたが、そのために CPU 処理をさらに削減する必要がありました。スタティックサンプラーによる CPU 最適化はこのための処理負荷削減に一役買っています。
非常に細かい GPU 最適化事例も紹介します。 GLSL にはビットフィールドの値を設定するビットフィールドインサートという組み込み関数があります。 RE エンジンのライブラリー関数にも同様の処理を行う関数が用意されているのですが、インターフェースが少しだけ異なっていてそのまま変換できないというケースがありました。エンジンのライブラリー関数は AMD の ISA に合わせたインターフェースになっていて、ビットフィールドの範囲をビットマスクで指定するようになっています。一方で GLSL の組み込み関数ではオフセットとビット数で指定するようになっています。これは単純な引数の分配ではうまく変換できません。このような場合には引数の式の形や値に応じて自動的にインターフェースに合うように変換するようにしています。エンジンのライブラリー関数の実装のままでも正しく動作はしますが、 GLSL の組み込み関数を使った方が命令数をわずかに削減できるためこのような変換を施しています。3番目のケースのように引数の値によっては変換できないケースもあります。その場合はそのままです。このようなエンジンの都合に合わせた細かい最適化も取り入れています。最後にインライン GLSL を紹介します。 HLSL ではソースコード中に文字列リテラルを書くことが許されています。これを利用して HLSL の中で文字列リテラルで GLSL を書けるように対応しています。変換の実装は非常に簡単で、文字列リテラルを見つけたら単にダブルクォーテーションを外すように変換しているだけです。これによって簡易的なインライン GLSL を実現しています。DXC に手を加える必要はありません。文字列リテラルはもともと許されているので、ストリングリテラルノードとして構文解析されます。これを利用すればトランスレーターの実装を変更することなく HLSL の中でそのまま GLSL を書けるので、ちょっとした GLSL の実験に便利でした。実際にこれを使ってプラットフォーム固有の最適な実装を行った部分もありました。上の Wave Prefix Count Bits 関数の実装はその例です。以上で最適化事例の紹介を終わります。まとめと今後の展望です。本セッションのまとめです。まずシェーダートランスレーターは頑張れば作れるということを示しました。 HLSL から GLSL の変換という高級言語間の直接変換というアプローチは誰でも思いつく方法ですが、本当に実装したという話はあまり聞かないと思います。そもそもニッチな内容なのでなかなか表に出てこないということもあると思いますが、頑張って実装すればちゃんと製品で採用できるレベルのものが作れます。フロントエンドは DXC を使用することで省力化できます。バックエンドはかなり愚直な実装ですがちゃんと動くものになっています。ですが実際の実装はとても大変でした。GLSL の言語機能は HLSL ほど充実していない部分が多いので、トランスレーターでその差を埋めるための実装がいろいろと必要でした。メモリーレイアウトが異なる場合への対処やバッファー型の変数の扱いのためにインライン展開を行うなど、かなり頑張った実装も行いました。そこでは関数型言語の分野の研究の知見を役立てて実装を行いました。また GLSL には言語拡張がたくさんあるので使える機能の把握も難しかったです。ですがこれに関してはトランスレーターを開発したことで各種言語拡張にもかなり詳しくなれたので結果的には良かったと思っています。使いこなせば GPU のすべての機能にアクセスできるので、汎用のシェーダートランスレーターではできないプラットフォーム専用の実装も可能になります。そして内製ならではの成果としては、まずエンジンとプラットフォームの都合にぴったり合った変換ができた点です。これは当たり前のようですが重要なポイントです。汎用のシェーダートランスレーターでは対応していないプラットフォーム専用の特別な機能にも柔軟に対応できました。それ以外には最適化事例でご紹介したインライン展開を応用した GPU 最適化や
プラットフォーム専用の拡張機能を使用した CPU 最適化などがありました。今後の展望です。本セッションでは内製シェーダートランスレーターのお話をしてきましたが、実は今後は DXC のスピア V コード生成への移行を検討しています。2023年現在 DXC のスピア V コード生成はほとんどのケースで問題なく動きます。実際に RE エンジンのバルカンやメタルでの実装でも採用していますが問題なく動いています。また近年は HLSL の進化が著しいです。テンプレートや演算子オーバーロードなどの C++ の言語機能が積極的に取り込まれています。内製シェーダートランスレーターもこれらに追従しなければならず保守にコストがかかっています。そして本セッションではお話ししませんでしたが、内製シェーダートランスレーターの開発の際に実は DXC 自体にも少し手を加えています。それを通して DXC のコードベースもある程度把握できています。必要に応じて独自のカスタマイズを施すことも視野に入れて移行を検討したいと考えています。最後にスピア V のより積極的な活用です。さらなる最適化のためにより低レイヤーへのアプローチも行っていきたいと考えています。こちらも必要に応じて独自にベンダー拡張を取り入れて対応していきます。今後の展望は以上ですが、これは内製シェーダートランスレーターの開発が無駄だったということが言いたいのではないです。実際トランスレーターを開発することで HLSL と GLSL の理解が非常に深まりましたし、シェーダーコンパイラーの特性もよくわかるようになりました。今後はこの開発で得られた知見をもとにより低レイヤーへアプローチしていきたいということです。今後も利便性とパフォーマンスを両立するための技術研究開発で高品質なゲーム制作を支えていきたいと思っています。参考文献です。以上です。ご清聴ありがとうございました。